はい、どうもこんにちは、寺井です。では本日もバイマについてお話しさせていただきたいと思います。本日は4月14日火曜日、変わらない一生貧乏な人の特徴トップ3お話しさせていただきたいと思います。はい、まあ、この貧乏っていうのが本日のテーマなんですけども、これについて考えたことありますかね。これって何なの、貧乏とは何かみたいな、この動画ではですね、それを一緒に皆さんと考えていきたいと思うんですけども、まずはこの定義っていうのをまあしっかり、させていただいて、まあ、その上でですね、この貧乏な人が取ってしまう、行動、その特徴っていうのを3つ挙げさせていただいてですね、皆さんに理解していただけたらと思います。で、結局それを理解していただいたら、それと真逆の行動を取ればいいので、それとは無縁の、貧乏ではないって状態のね、人生を一生送れるようなですね、価値のある動画にしていきたいと思いますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。はい、では行ってみたいと思うんですけども、まずこの貧乏って何か、こちらをね、きちんと、定義をはっきりさせていきたいと思います。はい、その上で考えていきたいんですけども、例えば、ね、昔ですね、縄文時代とか、それよりもっと前とか、物々交換したりとかね、その日暮らしでみんなが平和に過ごしてるみたいな、まあ、今もね、もしかしたら都会のそういったテクノロジーとは無縁の無人島で少数で住んでる人とかだったら、もしかしたらそうかもしれないんですけども、まあ、そういう人たちって自分たちは貧乏だなんて思ってないんですよ ね、まあ、みんな同じでみんな平和に過ごしてるみたいな、ね、そういう人たちは貧乏なんて思ってないんですよ。でもしかしたら、でも実際見てみたら、そういう人たちの所得っていうのは都会のね、人たちに比べたら、都会で貧乏と言われる人たちと比べたらね、まあ、お金はないかもしれないんですけど、まあ、そういう人たちは平和に過ごせているわけなので、そういった貧乏なんては思ってないんですよ。で、一方ね、都会って話出ましたけども、東京だったりとか大阪だったり、世界目広げてみると、ニューヨークだったり北京だったりね、そういったね、大都市と言われるとこだったら、年収300万の人がいます、600万の人がいます、年収1億稼いでる社長がいます、ホームレスの人がいますと。そういう中でですね、例えば年収300万の人、600万の人、いいな、自分より給料もらってんな、自分と同期出世してるな、ね、自分と同期、あ、めちゃくちゃあいつスキルゲットしたな、ね、とか、まあ、ホームレスの人たちから見たら、自分たちは働けない、ね、自分たちは、家もないと、そういったね、比較が生まれるわけなんですよね。この比較、ここがポイントですね。一つ言えるのは、貧乏っていうのはこの相対的なものであるってことですね。まあ、周りの環境に依存していくものなのかなというふうに思います。で、ここが一つの大切な考え方で、こういった相対的に人とね、自分を比べてしまうことで、あの人よりも自分は貧乏、あの人よりは自分はまだマシ、こういうようなね、考え方が生まれてきてしまうわけなんですよね。はい、そんな中で貧乏っていうのがね、マインドとして、あ、自分の中でね、芽生えてきてしまうわけなんですけども、そういったね、定義として、一言で表していきたいと思うんですけども、貧乏っていうのは、人と比較した時に生まれる執着にまみれた状態のことですね。はい、この比較、人と、比較することで生まれてしまうものっていうことを理解していただきたいですね。人と比較したことで生まれる、執着にまみれた状態のこと、これを貧乏っていうふうに定義づけさせていただけたらと思います。はい、これを踏まえた上でですね、はい、うん、この貧乏な人の特徴、お話しさせていただきたいと思います。はい、では3つ挙げさせていただきますけれども、1個目、成長してない業界会社で働いてる人、これですね。はい、これをね、考えていきたいんですけども、どういう企業業界っていうのが、成長してるのかしてないのか、ここもお話しさせていただきたいと思いますが、例えばですね、塾ね、少子化で人が減っている、ね、このパイが減っていると、ね、このゼロサムゲームとプラスサムゲームっていうのが、あるんですけども、このゼロサムゲーム、これがですね、ゼロサムゲームで働いている、この業界の人たちっていうのが成長してない業界会社で働いている人です。例えば、すいません、ちょっと先走っちゃいましたけど、塾ですね、このパイの奪い合いなんですよ、ゼロサムゲームっていうのは。要するに、限られたパイしかなくて、それを奪い合う、ね、例えば、塾とかで言うと、まあ、受験生っていうのは、まあ、年々減ってるわけなんですよね。でしかも年々減ってる中のそのパイを奪い合う、ね、
日能研だったりとか、一進学院とかわかんないですけど、スクール IE とか名工技塾とかが奪い合う。この業界が儲かったらこの業界は絶対損する、そういうような構図のことをゼロサムゲームって言います、ね、そういった業界で働いている人、塾とか、あとは飲食店ね、日本って1億3000人いますけども、それがね、1日で食べる量っていうのは1日3食としたら3億9000万回なんですよね。それの奪い合いです。ラーメン屋、ここが儲かったらここが儲からなくなるね、ある人が儲かったらある人が儲からなくなる、これがねゼロサムです。で、一方プラスサムっていうのはそれの反対でですね、その成長産業にあたります。で、このプラスサムの方で働けるといいですよねっていうところですね。はい、例えば医療、人口でいうと日本は高齢化社会なので、高齢化してる高齢者にターゲットを、になることが多い医療っていう業界だったりとか、世界をつなぐテクノロジーだったりとか、あとはまあ人口が増えている新興国の産業ですね。そういったところっていうのは、やはりパイが増えていく、ね、成長産業なのでプラスサム産業というふうに言えるかなというふうに思います、ね、こういった成長しない産業業界で働くとですね、スキルも上がらないし、ね、給料も上がらないし、ね、なので精神的にも辛い、ね、人と比較してやっぱりあの人よりも自分全然スキルアップしてないな、あの人と比較しても全然、給料上がらないな、そういった負のマインド、メンタルになってしまうので、この相対的に貧乏になってしまう、そういうようなことですね。1番目、それが言えるかなというふうに思います。バイマっていうのはどうなんですかね。会員登録者数増えてます、取引実績増えてます、利益伸びてます。こちらはプラスサム産業かなというふうに僕は思います。はい、なのでそちらね、理解していただけたらと思います。2番目、結果を積み上げないことですね。これはですね、まあ結果をまあね、どんどん積み上げていこうって話なんですけども、まあ、例えば、結果を積み上げるってところで言うと、まあ、一番大変なのはやっぱ一歩目ですね。0から1を作るとき、これっていうのが一番エネルギーいるし、一番リスクに感じるし、自分メンタル的にも一番大変なんですよね。だけど結果を積み上げることがこの貧乏じゃなくなるっていう一つの、ヒントです。はい、こちら、ちょっと順番前後してしまって恐縮なんですけども、挑戦からしか結果は生まれない、これがあると思います。挑戦からしか0から1も生まれないし、1から2も生まれないんですよね。はい、まあ、僕もですね、初め薬剤師って仕事やってて、まあ、ビジネスとかも全然やったことないってどこから、まあ、自分でね、ビジネスをやるってところでバイマーを始めて、でね、まあ、一歩目を踏み出したんですけども、まあ、そこはやっぱ一番怖かったですね。もちろん自分やったことないことなんで、で周りからは、まあ、そんな、自分やったことないのに大丈夫なのみたいなこと言われるんですけども、まあ、そういうね、こともありながら自分で一歩目踏み出すっていうのは非常にね、勇気のいることだと思います。だけどその一歩目っていうのが、非常に大切なのかなというふうに思います。0から1を作る、そしたら、その1できたで結果をもとに2歩目3歩目って歩んでいけばいいんです。はい、で大切な考え方があるんですが、結果だけが自分を守ってくれる、ね、この考え方が大切ですね。はい、まあ、自分も一歩目0から1を、作って、でその倍までアカウント1個、成長させて、あ、これで、やってたこと全部、できて利益も上がってきたな、そしたら2アカウント目作って、3アカウント目作って、で今はね、そのバイマももちろん物販やりつつも、まあ、コンサル生抱えてですね、まあ、今僕は、40人ぐらい教えてる人がいるんですけども、そのバイマのね、コンサルっていうのも今やらせていただいてると、そういったね、実績を積み上げてね、ステップバイステップでやってきたっていうところですね。はい、結果だけが自分を守ってくれる、自信になる、ね、自分の、ね、発言の自信になる、自分の行動の自信になる、次の第、5ステップ目6ステップ目どんどん先の未来の自信になるってことですね。はい、で、0から1を踏み出せない人っていうのはもちろん結果を積み上げることの一番初めもできてないですし、まあ、それができないともちろん2本目3本目もないわけです。はい、積み上げていくことが大切かなというふうに思います。はい、3番目、はい、これはね、身近な人に感謝を伝えない人
ですね。これもね、まあちょっといい業界で稼い、あの成長産業で稼いでいきましょうとか、結果を積み上げて結果出していきましょうとか、このね、給料を上げ、あの所得を上げていきましょうみたいな話ですけども、まあ、こちらはですね、感謝ってところでちょっと毛並みが違う話になるかなと思うんですけども、まあ、このこれはね、別に二元論ではなくて、まあ、両立するものだと思うんですよね。実際いくら自分が、ね、自分のビジネス上げたいっていう中で自分がね行動し続けたとしても、周りに感謝を伝えられなくて、周りの人がね、おろそかになってしまったら、やっぱり自分はその人はね幸せじゃないわけなんですよね。人間ってやっぱ一人じゃ生きていけないんで、そこは周りの人の感謝、ね、今皆さんの目の周り、身の回りにあるもの、まあ、その全てっていうのは誰かが、あなたのために、便利になればいいなっていうところで作ったものなんですよ ね。なのでそれに感謝しつつですね、身近なもの、人に感謝を伝えていくと、それがね、大切かなというふうに思います。バイマ、このビジネスに関しても同じですよね。もちろんいろんな人間関係っていうのは発生してくるわけですし、それを大切にすると、プラス自分のお客様、そこ、その人が、例えばバイマで行ったら、その海外のね商品、日本にないものが、ゲットできた、レアなものがゲットできた、自分が満足してくれたと、それはやっぱりね、人に役に立ったってことですよね。自分がね、やっぱ人に、感謝される、で自分が感謝するっていうことをね意識して行動できない人っていうのはずっと貧乏なのかなというふうに思っております。はい、ちょっと神々でしたけれども、伝えさせていただきたいことは伝えたかなというふうに思います。はい、本日はちょっと、まあ、バイマ具体的なことって感じじゃなかったんですけども、まあちょっと一生貧乏な人の特徴を挙げさせていただきました。この逆の行動をとってですね、皆さんも、貧乏とは無縁の、人生を送っていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、本日は以上になります。はい、まあ、このようにね、バイマに関連したこと、ビジネスのこととかですね、日々発信しておりますので、よろしかったらチャンネル登録と、この動画いいねと思ったらいいねボタンを押していただけると嬉しいです。またですね、何か、バイマとかいろんなこと質問ありましたら、LINE アットまたは Gmail で、コメントいただければ、ご回答できます。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。